どうも、南小口です。このチャンネルではサッカーの解説をお送りしています。さてですね、昨日行われた東京オリンピック1次リーグ最終戦、日本対フランスの試合、なんとね、日本が4対0でフランスを破るという、ね、素晴らしい完勝でした。おめでとうございます。本当にね、素晴らしいプレーの連続でした。今日はですね、その試合の解説をお届けします。で、早速いつものように先発メンバーから。キーパー谷です。で、フォーバック右から酒井、吉田、富安、中山、そして、ボランチは遠藤、田中です。富安がですね、大会直前に足首を痛めたんですけども、ようやく先発に復帰することができました。そして中盤右から堂安、久保、旗手がですね、最近はサイドバック起用が多かったんですが、左サイドのミッドフィルダーで先発です。そしてこれも、怪我から上げてきた上田が先発に復帰しています。こういった十字のスタートです。対するフランスはね、伝統の 4-3-3 というフォーメーションでスタートしてきまして、フォワードのジャニャック選手ですね、彼がベテランなんですけど、オーバーエイジのね、彼が注目選手というような、メンバーでスタートになりました。試合はですね、立ち上がりから日本がですね、しっかり落ち着いてボールを動かしながら優勢にゲームを進めます。そういった中で、前半27分でした。中盤のですね、田中から前線の久保にズバッといいボールが入りまして、このボールをですね、上田につなぎます。そしてこの上田がうまくドリブルで持ち込んでシュートを放ちます。ところがゴールキーパーが弾くんですけども、そこに走り込んだ久保が利き足の左で見事にシュートを決めまして、1対0先制点を挙げました。これもですね、やはり久保がしっかりパスを受ける、前を向く、使う、そしてシュートを打つところで弾くことも予測して走り込むというね、これ久保のゲームを読むプレー、そして最後の技術、これが光った先制点ということになりました。続いて34分です。これまたですね、久保が活躍をします。旗手が落としたボールですね、下がってきて旗手が落としたボールを久保に収めます。で、久保から前線の上田綺世パスということですね。そしてまたこの久保から上田綺世のラインで上田が持ち込んでシュートを打ったところ、今度は逆側へ弾いたボール、右サイドから駆け上がってきた酒井がですね、落ち着いて右足でゴールに進めました。これで2対0ですね。これもやっぱり久保の起点の効いたパス、久保上田のライン、そしてリバウンドに対する読みと最後まで詰める姿勢、1点目と同じようないいところが出ての2点目ということになります。このままですね、2対0で前半を終了してハーフタイムに入ります。ハーフタイムでメンバーチェンジがあります。それは、久保もここでアウトしますね。前半しっかり大活躍した久保選手をアウトして、本来ですね、トップ下でプレーすることが多かった三好選手を本来のトップ下のポジションに入れていきます。そして、後半ですね、前半ちょっと残念なことがあってですね、前半の終了間際のところで残念ながらですね、酒井選手が今大会の2枚目のイエローカードを受けて次節出場停止ということが決まってしまいます。そういった流れの中でですね、56分に次節も意識してでしょう、酒井選手をアウトしてここに橋岡選手がいます。そして日本チームはこの交代の直後でした。18番のですね、失礼しました、3番の中山選手ですね、中山選手からの、サイドチェンジの大きなボールを、しかもサイドチェンジの大きなボールを、上田選手が受けますね。で、上田選手と三好選手の連携プレー、そこに入ってきた三好選手が左足で見事にフランスゴールに3点目を突き刺すということで、これで3対0と大きくリードをします。で、このリードしたことによってですね、またさらにメンバーチェンジをしました。遠藤選手から板倉選手、中盤に入れました。遠藤もね、あと1枚カードもらっちゃうと次出場停止になりますので、そういった交代です。それから堂安選手を下げて代わりに入れたのが相馬選手ですね。相馬選手を入れます。で、相馬選手はもともと左サイドの選手ですけども、右サイドに相馬選手がいます。相馬選手は左も右もできるというところでストロングポイントがあります。さらに80分にはですね、田中選手を下げまして、ここにですね、
前田選手を入れるわけですが、ここでですね、フォーメーションを変えます。前田選手はボランチの選手ではありませんので、これをですね、前田選手を、左サイドに持ってきて、旗手選手をサイドバックに下げ、本来ボランチもできる中山選手をここへ置くということですね。まあ、ダブルボランチ2人とも先発と入れ替えたわけですね。でこういった状況で試合を展開します。そしてもうこのまま終わるかなと思った後半アディショナルタイムのことでした。8番の三好選手がですね、左側開いたところから三好選手から相馬選手へディフェンスラインの裏へ向かってパスが出て抜け出しました。このまま相馬選手シュートを打つかなと思ったんですけど、トップスピードで入ってきた前田選手にボールを渡して、前田選手がそのまま蹴り込んで今大会初ゴールということになりました。これが4点目ということで、4点を奪い試合は4対0で、見事日本チームのまさに完勝、2018年ワールドカップ王者のですね、フランスを相手にして横綱相撲とも言えるですね、試合を展開して完勝を抑えました。これで日本チームは3連勝、勝ち点9、文句なしの1次リーグ突破です。次の対戦相手はニュージーランド、ニュージーランドはですね、世界的にサッカーでは無名国です。ラグビーではね、オールブラックス、超有名国ですよね。ただ油断は禁物です。1次リーグで日本の宿敵韓国をですね、1-0 で破ると波に乗ってます。ただですね、この試合見てしっかり落ち着いてゲームを進めさえすれば、日本が勝つことはほぼほぼ間違いないと思います。その証拠がいくつかあります。まずはですね、このメンバーの何と言いますか、層の厚さですね。心配な吉田選手のところは足岡選手でも埋められるし、中山選手をこっちに回して町田選手をここっていうこともできるし、旗で置くこともできるし、いろいろ穴を埋めるフォーメーションがたくさんあります。これが日本の強み。そしてそれを引き出す森保監督の采配、必ず勝ってくれると思います。施設は7月31日、ぜひですね、皆さん一緒に、また我々サポーターもですね、一緒になってテレビの前から戦い、大声援を送りましょう。頑張れ日本。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。